でも、信任されてます。その時点でエレクトリカ2だったと思うから、ごめん、エレクトリカ2がそもそも記憶違いだったら土下座します。インポスター来ないよ。もうさ、ほんと、なんか、ちゃんとさ、死んだ時もさ、FPS みたいな感じでさ、死んだ理由を考えてるのは、こうそうして、ね、かわかんないですけど、死なない、本気出したらマジで、絶対終盤まで残りますもんね。オレンジ、黒、黄色。サボタッチ怖いな。早い。おー、ついに人死んだかよ。しかもタクトさんっていう本当にクルーメイトだったんだな、死を持って証明してくれたんだゲームやらせてやってよ、クルーメイトの皆さん、場所はちょっと怪しまれるかと思ったんですけど、タクト君の死体を見たときに僕、エレクトリカルの奥でタクト君が死んでて、ストレージまで先端さんとあともう一人誰か行ったかな、ストレージの上らへんに。で、僕はエレクトリカルの奥にタスクをしに行ったら死んでたって感じ。大丈夫です、2位ありました、エレクトリカル。もうその時点で、うん、だとしたら右がゲンさんとオラフ君がいました。 O2 でゲンさんと一緒になって、はい、オラフ君とはナビゲーションで一緒になってます。サントスさんが、ウェポン方面から走ってくるのを確認してます。はい、ピカクロスさんとすれ違いました。僕、リアクター方面に向かっていて、リアクター直前ぐらいなので、一応反抗は可能ですが、白です。いや、Kさんだな、じゃあ。Kさんっぽいっすね。もうちょっと情報出すと、アドミンで、オレンジ。僕です。うん。お姉ちゃんがいて、僕がそれ抜かしていってて、うん、で、ピカクロスさんも、それじめの配線やってたかな。うん。その後、どうしました動き。その後私カフェテリアの上に一回行ってますね。誰かもう目撃して、それがサントスさん。はい、ああそかそかそか。あ、じゃあケイさん移りましょう。いやいやいや、メイヤさんのテレクさんじゃ。いや違うわ。ないない、エレクトリカルにあった瞬間があって、誰も証言していないことから、もうケイさんしかいない。エレクトリカル、僕がアドミンを確認して 2の状態の時に、エレクトリカル行ってる人が誰も証言してない。一応メイヤー先端の場合だけ計算じゃないっていうのがあります。うん、一応ね。じゃあ3人怪しい。あ、ゲンです。おえちゃんさんって大丈夫でしたっけ？僕先端さんと真ん中ら辺で見てますよ。うん、あ、なるほど。アドミン僕抜かしてる。アドミン。そうや、先端さんはそうやね。おえちゃんさん、おえちゃんさん先端さんがアドミン見てるの確認してる？見てる、確認してる、してる。あ、じゃあ、オッケー、ありがとう。だし、僕とメイヤさんだったら、エレクトリカル2人で入って、レポートしてることになるから。え、これ知るのはマジで？僕、ゲームやってないんだ。やっと投票できた、俺も。タクトさん。やだな、ケイさん。無実で俺、タクトさん殺してないよ。ジョスか。他でも可能、無理でしょ。一応ペア組がアリバイ証明しちゃってますか。はい、はい、一応っていうか、2人同士でアリバイ証明しちゃってる人たちの中にもいる可能性もあるし、他視点と皆さんというか、まあ皆さん視点は僕は無理だけど、僕視点は皆さん一応可能っていうのも一応言っておきます。うんうん、そう、だから一応あれだよね、Kさんじゃなかったらメイヤさんのセルフってパターンだよね。か、2インポスターがお互い一証明し合ってるか。ああ、で、なんか。の奥で？いや、なんだろう。多分 K さんとメイヤさんがほぼ対立構図の位置になるだろうなと思ってたから、K さん目線でもメイヤさんが多分インポスターになるんだろうって思ってたんで、今日このままメイヤさん落とすのが多分1インポスター確実に落ちるだろうなって思ってたんだけど、いや、それは、うん、それは絶対嫌です。うん、だからあれ、ペア行動で位置偽装してるパターンがあるからってことですよね。そう。で 3人一郎なんですよね、右側。ゲンさんとオタさんとオラフ君。はい。待って、右回りの人さ、ウェポンで私チュンチュンやったら見てない。開幕サントスさん右だったのは見た気がします。永遠に残って、その後ピカさんとすれ違ったから、その3人が私が無理なのを証明して、さらにピカさんが私と他の人の
見えてた情報で白くまでなるかなと思って。あ、ゲンです。ただゲンは O2 とナビゲーションの行き来しかしてないので、ウェポンからサントさんが出ていったかどうかっていうのまでは視認できてないです。まあでも距離的に多分無理。僕を見たちょっと右だったっていうのは、はい、追い越さなきゃいけないからじゃあ無理。だからサントスさんピカクロスさんの2浪でサントスさんが一方的にピカクロスさんのアリバイを証明してる可能性はあれで絶対ピカクロスさん、まあ、捨てきれないか。一応あるっちゃある。カフェで会ったことが嘘ってことね。でもカフェの前で見たのがセンターさんだっけ、うん、さん。そうそうそう、私を見てるのはセンターさん。え、サントスさんじゃないの。え、見てるのサントスさん。カフェでしょ。カフェ屋サントスさんのはずだよ。カフェ屋私でごめん、アドミンだ。どっかでスイッチがたってやつ。あ、だから、私がストレージ上にいるときにあのセンターさんが私のことを信任してくれてるって話。ああ、じゃあまあ、でも、その時点でエレクトリカ2だったと思うから、うん、ごめん、エレクトリカ2がそもそも記憶違いだったら土下座します。まあ、思うけど、ペア組めばよかったか。ピカさんとメイヤさんとかの方。明日上がってから考えればいいか。すいません、ちょっと危ないかなと思ってボタン押しました。何に対しての危なさですか。うん、右側にね、結構クルーメイトが固まってるなと思ったから、キルが起こる可能性が高いと思ったから、うん、多分リアクター多分少人数でしょ。 2人ぐらいしかいなかったんじゃない。3、4人いたような。あー、ならよかった。結構先端さんとね、譲り合ってね一番右でピカクロスさんとゲンさんがリアクターに向かわないのを見たんで、人数足りないだろうと思って焦って私は左まで走ってきました。そう、私は、ナビゲーションから出てくるトータスさんを視認していて、ゲンさんがずっとウェポンやってるのを視認してたから、やべ、人数がまずいと思ったんで、リアクター直ってくれって言いながら向かいつつ、途中でカフェテリアで直ってくれたから、キルが起きる可能性が高いと思ってボタンを押した。結構ばらけてたから、ここでキルが落ちると容疑者絞れないと思ったんで。ピカクロスさんとミヤさん、ピアコードいかがですか、皆さん。あ、いいですよ。まあでも別に僕、ピカさんこのボタンは別に黒いとは思わないですけど。むしろ私は最初に思ってます。うん、全然。いや、このボタン関係なく、初日の話を整理して。それはありだと思いますよ。え、でもピカさんって初日できるの？できる？できない。いや、私視点はできないよ。私視点ができないけど、うん、まあ、ピカさんはできます。まあ、ケアレベル。まあ、僕のアドミン情報が間違ってるかどうかが肝だと思うから。いや、私はペアなんなくていいかなと思いますけど、どうします。あ、どっちもいいっすよ。うん、どっちでもいいと思います。タスクはやりたいとだけ言っときます。はい、タスクはやりたいなとだけ。まあ、ただやっときましょうか。あ、じゃあ僕目線の話なんで、皆さん、いいです、ペアどうするか話してもらって。私はペアしなくていい派かなって。あ、どっちかというとね、そんな強く反対でもないです。まあ、任せます、皆さんが。あ、ゲンさん決めて。じゃあ、ゲンさん決めて。じゃあ、ペアはなしでお願いします。はい。てか、ゲンが決めていいんでしょうか。いや、なんか、いろんな話の軸と関係なさそうなところにいたから。まあまあ、右組っちゃ右組ですからね、私は今回。まあ、多分あったと思うけどな、エレクトリカに。それで、先端さんと別れて、そこエレクトリカに入ってるんで。誰だよ、さっきから。メイヤファンじゃないですか。絶まあ大丈夫か。Kさんがメイヤセンターの二郎を疑うのもおかしな話だしな。いや、でもそれは言ってるか。一応これはアドミン情報は軸だもんな。ちょいちょい話合わせるか。ペアなしってことはもう K さん黒鬼滅進行だもんね。だいぶケアの範疇ですけどね、ピカクロスさんのっていうのは。もしも K さんがポスターじゃなかったらっていう、かなり薄い
せんの、こっちやめよう、死ぬ気がする。色さっき中断したのか、一応いいとこは分かる。このカメラ、はい、はい、これ白いのやったろん、お、え、急に現れやんだか、はい、ダクトから。白いのが急にダクトからふわって現れたけど現れてくらないですし、私そもそもダクトまで行って、まあいいやトータスさんがロアエンジンで見つけました。ロアですか。ロアエンジンの左下ですね。あの、発見されにくい位置です。ロアエンジン、あ、じゃあリアクター後って感じですかね、多分。はい、で O2 なんて私逆走していきました。下やったらやばいな、プラスタスクやろうと思って。 O2 から逆走していった。はい、あ、じゃなくて O2 が鳴ってるけど、うん、そっちに向かわずに反対方向に走りましたってことですね。はい、じゃあ、おえちゃん、おえちゃん視点、おえさんどうぞ。なんか私にエレクトリカルのタスクやってたら、左のところから、おそらく僕タスク終わった瞬間に左側から白いゲンさんが急に湧いてきたって思ったから、俺ダクトから出てきたと思ったけど、違うんかな。ゲンは普通にタスクやってただけです。あ、じゃあ死体とかを見たわけではないってことですか。一方的にその弁当、弁当を使ったかもしれないゲンさんが急に現れたかもなって。そう、あれってそれ、うん、タスク、じゃあロアとかは言ってないんですね。だから報告したんも原産やったで、俺が殺されなかったのは誰かを殺して、そうやな、ロアエンジンってエレクトリアつながってないか、だからそこで来たんかなと思ったけど。ゲンです。多分弁解しておくと、おいちゃんさんはおそらくタスク始める前段階ではゲンが見えなかったんですよね。でタスクやってて、タスクの画面を閉じたら私が急にいたので弁当使ったんじゃないかなっていう疑惑持たれてくるんだって話ですよね。まあまあ、はい、じゃあ別に切る死体の横とかじゃなければ、まあ、はい、うん、使ってないんで大丈夫です。メイヤさんってどういうルート通りました、うん、リアクター終わった後。終わった後俺ロアの方下、多分最速で下行ったと思うんですけど、俺より前いなかったはずなんで、でストレージ通ってコミュニケーションシールドの方までタスク、右側にタスクがあったんで、で、ストレージ戻ったあたりで O2 が鳴ったから今 O2 向かってるって感じかな。うん、サントス、サント、あ、やばい、いつ死んだか分かんない、おかしいな。いやでもそれだったらゲンさんは殺してると思いますよ、おえちゃんのこと。レポートなんかのんきにせずに、メリットがない、レポートの。わざわざベントから出てきてロアまで行ってキルしてレポートしたってことになるからね。まあ死体位置にもよるけど、まあ議論で。サボも起きなかったです、ね。一応第三者目線から言っとくと、ゲンさんがエレクトリカルのベントから出てきて、ロアに行き、うん、キルしてレポートってことになるから、うん、あ、すいません、いいっすか。まあ、はい、あ、一応僕メッドベイに行ったんですよね。だ、あの、だから多分ベント使ってたら僕と会うと思うんですよ。あ、違う、合ってる合ってる、うん、メッドベイに先端さんとオラフさんが入ってるから結構長い間、あ、でセキュリティを見てるから、な、じゃあ、うん、指定できますね。なんかその場で入って出てぐらいしか一応ありえないから、はい、え、じゃあ僕の勘違いっていうことですか。はい、うん、と思います。まあ厳密には絶対そうなんですけど、あ、多分、まあその話より多分あのできる人の候補を洗いたいなと。トータスさんキルできた方を洗った方がいいです。まずでも僕謝罪しないとすいませんでした、ゲンさん。はい、どうも。私もよく見間違えるでいい。まあ、とりあえず水色赤絶対無理です。メッドベイで合ってるんで。リアクター後にロアエンジン通った人。はい、通りました。トータスさんは見てないです。担当さんはどうやってアドミンまで来ました。私左全く行ってなくて、ナビゲーションのタスクやった後アドミン見て、ずっとアドミン見てて、最後 O2 になった時にアドミンから、すぐ近くの O2 のところを直すところを、多分センターさんから左から来た人と会ってって感じなんで、私ずっと出てないです。原産目線は上さんはできないで、やってから、あのロアで東田さんを切ってからエレクトリカに来られた可能性はなきにしもあらずっていうところです。
ゲンさんはどっからエレクトリカル入ったんですか？ゲンはストレージ側から行きました。合ってる合ってる、そこ途中まで一緒だった、一緒っていうか、なんか見た気がする、うん、確かストレージからロアエンジンこっかなぐらいの時に O2 が鳴った気がします。なので、おえさんが、さんじゃないか、おえさんがトータさんキルしてから O2 鳴らすっていうのは無理だと思いますね、距離的に。うん、なるほどね。うん。メイヤーゲンさんって言いました、ピカクロさん。メイヤーはゲンさんのセルフのパターンかな。あ、オア。オアね。うん。ゲンセルフはあるかな、うん、メイヤーさんに思っちゃうけどな。二人も右行ったら行くしかねえだろ。タスク大好きマンしかいねえな。ちょっと、いやそう。これエレクトリカル行くかな。いや丁寧、いやストレージじゃな。行ならストレージ。まあ、セルフを疑われる可能性もなきにしまあらずな、どうします。ただもしその場合は O2 鳴らしといたんだったらね、全く逆方向の下位置をわざわざレポートして O2 の効果を打ち消すメリットはそんなにないかなとは思います。はい、まあ、もちろんもちろん、ただ一応ね、あのそうなってくると絞り込んでいくと名屋さん以外に左にいた人は誰がいるんですか？リアクター直した後のなんで俺しかそれピカさん話聞かないんですか？え、だって大体オラフさんが私上行ってるのも確認してるし、センターさん、あ、センターさんってどう通ってました？下から来たっけ？リアクターからオラフ君と一緒にアッパーに閉じ込められたっけ、まあ、忘れたけど、メッドベイ一緒に行ってる、うん、あれだよね、だよね。あれ、センターさんメッドベイ入りましたっけ？そう、うん、入った。え、カメラ見てたってさっき言ってませんでした、ミラクロスさん、うん、誰が入った？見てる見てる、入ってる入ってる、見てる見てる。やっぱウィルとか行ったからそっちしかいないから、やっぱ名屋さんかセルフしかないっていう話で、その通りかなっていう。だって俺右の方にいるんですよ。サントスさんってあのリアクター後ってどういう動きしてましたっけ？だからずっとアドミンです。私リアクターも行ってなくてずっとアドミン、右でタスクやった後ずっとアドミンいました。すいません、1個いいですか？うん、え、センターさんマジでメッドベイ入りました？僕削れるかな。あの、タスクやってましたね、多分見えなかったと思いますよ。あのピカクロスが証明するんでそこは大丈夫です。あ、まあ大丈夫か。オッケー、すいませんすいません、変ね。確かに、あの釣りとくと、メッドベイ最初手で入ってタスクやろうとして諦めてリアクター来たでしょ。でその後、はい、メッドベイタスクやってんだなと思って、僕視点はオラフ君白いなと思って、動機が行動の。あのね、ゲンさん目線、オエさんができないかなって感じであれば、うん、絞り込むとやっぱり、まあ、サントスさんがあのうまい感じに隠密行動してキルしてるってパターンはなくはないけど、だったら多分ゲンさんとかオエさんが見てる気がするんだよなと思って、ね、誰ともすれ違ってない人じゃないから、うん、メイヤーさんがピカさん視点俺が、ピカさんとかサントスさん視点俺が黒ってことだと、ケイさん白ってことですか？え、なんで？それは関係、いや別に関係なくない、関係なくない、永遠にスキップですよここは。これだ、イエー、タスクできるぜ。脱獄成功、脱走兵エグザイル、ランナウェイ、あか、ピカさんも一応可能な気もす。なんかピカさん、なんだろうな。ただ単に推理が外れてる人なのかな。なんか。入ろう。
クレーメイトっぽく感じるんだよな。スリが外れてだけかな。視点がマジで合わないんだよな。死ぬかな。ゼイロが見てくれてるから大丈夫か。死んでも怖いな。死体探すか。リアクターでゲンさんがドサクサ切るかな、はい、完全な。メイヤさんでしょ、うん、これ黒いのやったと思うよ。俺見たよ。あ、僕も黒だと思います。違うよ、やってないよ。あのね、うん、私も黒がワープしたように見えたんだよな。じゃあ黒じゃん。やめてくださいよ、うん、俺じゃないですよ。これ黒ですね。これは集まるタイプですか、うん、僕に。まあ僕はもう完全に目撃したんで。てか、目撃者この状況で2人以上いるならもう入れない理由がないかなと思うんですけど。違うよ、やってないよ。なんで違うんですか。いや、だって俺じゃないもん。てかさっきの、あとこれだけ聞きたいのは、下側直したのって多分ゲンさんとメイヤさんですよね。そうで、残りが確か上側にいて、上側の人がワープしてなかったって考えると、うん、メイヤさんしかやってないんじゃないかなって感じですね。そう、私上なんないよ。俺もキル起きたと思わなかったもん今。誰が犯人だと思いますか、メイヤさん。メイヤさんです。メイヤさんですよ。メイヤさん、違う、メイヤさんが、メイヤさんが僕ですか。いや僕ね、結構もう全部考えてください。初日からの俺ピカさん結構やってると思うけどね。だってセキュリティにいたんでしょ、ロアエンジンのキルの時で。そっからなんか俺とさ、ゲンさんに塗ってくる感じが俺ピカさんも結構あるんじゃないかって思っちゃうんですけどね。だってピカさんがずっと左側にいた人間じゃん。え、だとしたら私、まあずっとカメラ見てたからこそ、私センターさんとオラフさんがちゃんと出ていったってところ、目の前入って出ていったって証明ができるし、なんなら出た順番はセンターさんが、センター入った順番はオラフさんが先、センターさんが後、はい、出た順番はセンターさんが先、オラフさんが後って順番で出てるから、そこまで見るってことは相当長い時間見てないとできないよ。それはリアクターになった後にすぐに見てたんですか。うん、なるほど。オラフさん、なんでメイヤさんがやったって分かったんですか、今回。え、もう、一番僕の後ろにいました。はい。え、俺一番前にいたよ。やってないよ。俺じゃないんだよ。許してくれよ。素晴らしい。あれ、並走してた。やられたー。おぉ。いや、マジで綺麗にドサキル決めたと思ったけどな、うまいなと思って見てたけど。いやー、あれ 見えるんですね。結構なんか、いい感じにやったかなと思ったんだけど。僕は見えなかったです。ちなみに、ケイさん、マジで初手キルやったんですか。僕、初手キルやって、メイヤさんに通報されたっていうような感じです。いや、俺、あれも言い逃れできないんだよ、俺が。俺がマジで言い逃れできない位置にいて。で、二人とも浮いてくるっていうね。もうマジでメイヤさん頑張れと思って、あの払いすぎタクトさんを墓場で本当はセンターに朝だよって。あっすよね。マジで信じてました。それセンターさんが黒なんだとずっと思いながら墓から見てました。でも最後まで騙しきることができず、両親の呵責に耐えきれず、本当は違うんですって。まあ1個前のキルからもうメイヤさんしかないから、ゲンさんのセルフが 5% か 10% ぐらいで、もうメイヤさんしかなかった気がしてましたけどね。そんなことないですよ。そんなことない。そんなことないですよ。だって殺したの僕だもん。そう、ケイさんが霊界でやってくれたんですよ。あ、そういうこと。はい、呪殺、呪殺。それは強いな、うん、
こうやったんね、新しい機能だな。銃殺ですよね。メイヤさんか。でもあと何人残ってましたっけ今の。6っすね。うん、ですよね。やっぱ。でもこれごめんなさい、あの誤解がないように、あのメイヤさんのキルはうまかったんですけど、たまたまあの村の位置が、うん、まあまあ、キル出し合えるって意味で言ったんで、すみません、ね。まあまあ全然そうですよ。あれはもうね無理でした。あのいや位置あうまかったキルだと思います。たまたま噛み合ってて言ったんで、すみません、なんか変な意味で伝わったら。どうやったらアドミンって爆発できますかねこれ。キャクロスさんのあのセキュリティとアドミン入室禁止にしません？どうぞ。爆発したで爆発。いやいやいや。ちょっと私の方から申し上げなければならないことが一つありまして。はいはい。はい、どうやらアドミン見てなかった。最初だってさ、俺先輩さんがあのなんだっけ、給油のタスクやってるタイミングで俺エレクトリカルに入ってるはずなのに、先頭さんアドミン見てたって言ったから、え、マジか、早くねと思って。マジで言ってる。え、僕めっちゃ雑い理由で殺された。心の目で見ました。いや、合ってるんだけどな。見えたんですよね。合ってるんだな。見えたってことですか。まあ、そういうことね。僕レベルになるとね、見れるんですよ。見なくても。もう入学金にしてもダメじゃん。わかるんですよ。あ、すごい。めっちゃおもろいですね。でもよく戻りました。どうやらマップを開いてタスクが2個あるの2を。アドミンの2だと、この度は、大変申し訳ございませんでした。いや、これ僕逆にクルーメイトで会っていたかった。無実だよってこう後で言いたかった。会ってるから何も言えない。クソ。いや、でもさ、Kさん、Kさんとさ、僕目線さ、絶対エレクトリカル3じゃないですか。そう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 、3で、え ?3 だよね。なんで、でもめっちゃ自信持ってるから、ごめん、無理だ、俺死ぬみたいな。いや、復讐リストのタクト君もやってくれたからね、ありがたかったですわ。いや、だってあれ、3でしょって言えないじゃないですか。確かに。ポケットの中入ってるし。そうそう。あ、2だったんだってなっちゃって。まあでもね、どっちみち左側にいたのが計算しかいなかったんで、まあまあまあ。くそー、めっちゃ生き残ってなかった。もう5、6人殺したかった。くそー。そう。悔しい、ツーがうまいな。めっちゃ土下座しろってコメントめちゃくちゃ書かれて言ってましたね、土下座するって。土下座するって言っちゃったからな。土下座の強要は犯罪ですよ、ちなみに。恐喝ですよ。ちなみに僕美味しいと思ってるんで大丈夫です。僕はもうむしろ感謝にっていう情報が感謝の土下座ですからね。ありがとうございます。よし、3にならんかった、せーの3にならんかった。アドミンゲーっていう新しいゲーが増えましたね。アドゲー、心の目のアドミンっていう。すごいな。あ、おもろかったな。自分で言ったんですよ、ブチ切れられてる。自分で言ったんじゃあ、バイトバスマップ。あ、面白かった。バッチェクラウンから帽子になった。めっちゃファッション楽しんでる。